ファットボーイスリムの第一人者として音楽活動を行う。ノーマンはイギリスのブルームリーに生まれ、レッドヒルで育ち、大学時代からはブライトンに移り住んだ。彼の音楽活動は、1985年、友人ポール・ヒートンの勧誘で、彼の有するバンドであったハウス・マーティンズのベーシストを務めることから始まる。彼らは1986年には、 アイズレイ・ジャスパー・アイズレイのキャラバン・オブ・ラブをカバーして UK チャートナンバーワンを獲得している。しかし1988年には解散。イゴ・ノーマンはダンスミュージックに従事するためブライトンに戻って活動を続けることになる。様々な創作、リミックス活動を経てビーツ・インターナショナルを結成する。1990年には2度目の UK チャートナンバーワンとなる。 ダブ・ e ー・グッド・ツーメをリリースするが、その後、妻との離婚による精神的ショックにより、2年間音楽活動から遠ざかることになる。彼の音楽への情熱を取り戻させた一番の要素は、友人に誘われていったクラブで耳にした、ロバート・オーウェンズのアイル・ o u r f ア・フレンドだった。触発されたノーマンは、トロンボーン奏者であったアシュレイ・スレーターを誘って、フリークパワーを結成し、 精力的な活動を再開したが、ターンオン、チューンイン、コップアウトのヒットを契機に、徐々に衰退の道を歩むことになった。この頃ノーマンは、主人の活動において、アーティスト名を使い分けていた。ピーツマン、ザマイティ・ダブ・カッツ、フライド・ファンク・フードなどがそれである。そしてこのような状況の中、ノーマンは1995年に、ファット・ボーイ・スリムを名乗ることになる。 彼のデビュー作はシングルサンタクルーズ。この頃から彼の音楽はロンドン中のクラブでヘビーローテーションされ始め、1996年夏、ファットボーイ、スリム名義では初のアルバム、ベターリビングスルーケミストリーをリリースする。その後も精力的な活動を続け、彼自身が火付け役となったビッグビートムーブメントの最中リリースされた。 セカンドアルバムのユーブカム、A Long Way, Baby, その2年後の2000年には、サードアルバム Halfway トウ t w ザ e n t ザ e g ター a のリリースと、常に音楽シーンをリードし続ける。2004年には4枚目のアルバムとなる、パルーカビルをリリース。2002年7月13日、地元ブライトンビーチでの2度目のコンサートは25万人を集める、大成功を収めた。 しかし7月16日には25歳のオーストラリア人女性がコンサートの事故が元で死亡。以降、同様のライブは当局により禁止されていたが、2006年の6月にノーマン主催のネスコでのロックネスフェスティバルを開催し、2007年1月には再び地元のブライトン市民限定で2万人規模のコンサートを行った。また2002年、本名クエンティンレオクックを ノーマン・クエンティン・クックに正式に改名している。2012年8月12日、2012年ロンドンオリンピックの閉会式にてパフォーマンスを行った。ステージ中央に止まったバスの中からタコ型のオブジェと DJ ブースと共に登場し、自身の楽曲を2曲と、その後登場したジェシー・ジェタイニー・テンパー、タイオ・クルーズの歌唱中も DJ ブース内でパフォーマンスを行った。 私生活では、1999年に、テレビ司会者のゾーイボールと結婚し、二人の子供を授かるが、2016年に離婚を発表。彼の音楽性を端的に定義するのは難しいが、ノーマン自身の言葉を借りて表現するのであれば、上記のようになるだろう。日本の広報などでは、ミスタービッグビートなどと書かれることもある。彼の作品の根底には、 いろいろなジャンルの音楽の潮流がある。その中でも主流となるだろうものはやはりテクノであろう。デジタルなサウンドとグルーブ感溢れるトラックを用いてリスナーをそのビートの世界へ引き込んでしまうのが彼の得意とする楽曲のスタイルだ。そのビートはテクノという音楽形式によって最大限に活かされている。ただし彼の音楽はデジタルのみに集約されるものではない。 その証拠に、特に近年においては、プログラムサウンドだけでなく、実際に楽器を用いての楽曲制作も行っている。彼はもともとベーシストであるため自らベースや他の楽器を演奏することもあり、また多くのゲストアーティストに演奏をしてもらう場合もある。その点でもポップミュージック、およびシュズのジャンルの音楽としての側面を持っており、一概にテクノとして言い切ることは困難である。 このような多面性のあるノーマン・クックの楽曲が、ノーマン・クックが、ビッグ、ビートという音楽ジャンル確率において、重要な地位を占める要因ともなった。詳しくは、EN、ファットボーイ・スリム・ディスコグラフィを参照。アルバムベター・リビング・スルー・ケミストリーより、シングルカットされたモノアルバム・ユー・ブカム、A ・ロング・ウェイ・ベビーより、シングルカットされた。 モノアルバムハーフウェイビートウィ w e e n the g u t t より、シングルカットされたモノアルバムパル r カビルより、シングルカットされたモノアルバムホワイトライハーダー、ザグレイテストヒッツより、シングルカットされたものいずれのアルバムにも収録されていないもの。ありがとうございます。